色のついた面を表にして三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。上下を真ん中の折り目に合わせるように三角に折ります。色のついた部分を縁に合わせるように三角に折ります。折った部分の角を少し出すように折ります。上下の角を三角になるように少し折ります。ひっくり返して左の角を右の角の下の折り目に重なるように折ります。半分に折ります。上の角をつまんで引き上げます。引き上げた角にハサミで切り込みを入れます。切った部分を斜めに折り下げます。折り下げた部分の内側を広げて折ります。さらに折った部分の内側を広げて丸みをつけるようにします。指で押して形を整えます。ひっくり返して切った部分を斜めに折り下げます。
折り下げた部分の内側を広げております。さらに折った部分の内側を広げて丸みをつけるようにします。指で押して形を整えます。